皆さんこんばんは。そうですね、じゃんけんの歌というのを今作ったんですけども、じゃんけんってね、ここ肝心な時にもう何かね、あれしてもう最後の、どうして決めるみたいな、もうじゃんけんしようやみたいなね、で決めたりしますよね。まあじゃんけんをしてない方いてないと思うんですけども、まあ中にはじゃんけんなんかしたことないっていう方もいるかもしれませんけど、まあ してることにしとってください。そういう流れでいかんとね。ということで、じゃんけんの歌。さあ始まったじゃんけんが、最後のピザの一切れをめぐって、グーはチョキに勝ち、チョキはパーに勝ち、パーはグーに勝つ。とってもとってもややこしい。何が一番強いのか、子供相手ならチョキ出せば大概勝てるけど、相手は娘と嫁やから、裏の裏を書き寄るな。ここは無難にパー出そか、娘はグーを出して消えよった、バイバイ。次もパー出そか、嫁もパー出した、愛子が続く、今さらパーを帰れない。何が一番強いのか、食べ物かかると本気やな、嫁がにやりと笑う。一番強いものはやっぱり嫁やった。あれ、ピザがないで。一番強いものはやっぱり娘やった。ということです。